セット、はい、よくと、どうも、よしです。アルティメットエピックバトルシミュレーター、続きやっていきましょう。さて、今回、うわー、ちょっと待って、増やしすぎたかもしれんな。まあ、でもやっていきましょう。今回はね、1万人対1万人です。ちょっとね、このぐらいいけるかなーと思ってね、ちょっと増やしてみました。お相手はね、はい、わかりますかね。リンクさんです。わかるよね、リンク。で、こっちのお相手はですね、はい、マリオです。わかりますかね。そう、同じ任天堂のキャラクターでね、戦わせてみます。私はね、このキャラクター両方好きなんで、戦わせたらどうなるのかなということでね、今回やっていきます。それじゃあスタート。おいおいおい、うわうわうわ、気持ち悪い。ちょっと気持ち悪いな、マジで。どうなってんのマジこれ。いや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 、マリオ強くね。ちょっと待って、リンクもうすでにやられてるやついいんだけど、これ肩に剣刺さってんだけど。いや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 、これもう勝ちは見えちまったかもしれねえな。これソニックの方が頑張ってた感ある気がすんけどな。どうなる。いやいやいや、リンクさん、あんたね、マスターソード持ってんだからね。つうか、あんた無双ゲーム出てるじゃねえかよ。何やってんの本当に。このぐらい無双しなさいよ。おいおい、悲鳴しか聞こえないんだけど。頑張ってはいるみたいだけどね、ダメそうだなこれや、リンク。はい、マリオの勝利です。圧勝だね。つうか何人いんのこれ、めちゃくちゃいいんじゃん。ちょっとね、マリオとリンク、一体リンクが何人いれば勝てるのかというのも検証していきます。ちょっと待ってください。はい、とりあえずね、マリオ1体とリンク2体で戦ってみます。そんじゃスタート。さあどうなるかな。さっきはボコボコにしてたからな、リンクを。これは勝てるんだろうか。同じ近接タイプですからね、どっちが勝つのか。さっきはね、マリオが勝ちましたけど、もう頑張ってるみたいだね、マリオ。さすがに1対2だと分が悪いかな。まあ分からんけど、どうなるんだろうな。あ、リンク、マジか、やられちゃったよ。わ、これ勝てない、もしかして。あ、そんなことなかったわ。はい、という感じでね、勝てました。とりあえずね、今回はこんなもんにしてくださいと思います。次回は誰で戦わせようかな。まあ楽しみに待っといてください。じゃあここまで、お疲れ様でした。